どうもシャイコです。私ずっとやりたかったゲームがあるんですよ。そう、ブルーアーカイブです。こういろんなところでちらほらね、目にしたり耳にしたりするたびに、いつかこれ動画でやりたいんだよなって思いつつも、ずっとできない理由が一つありました。それがなんかさ、ブルアカのキャラってさ、なんか人間のフェティシズムを凝縮したさ、キャラデザをしてない？すごい今オブラートに包んで言ったけど、布が少なかったりするじゃない？だからちょっとね、やりにくいなって思ってたんですよ。いや別にシャイココさん、普通にやりゃいいじゃないですか。いや他の人も別に全然普通にやってますよ、多分言われるから言っとくんだけどさ、あのね、ありがたいことにですね、私シャイココですね、たまにこういうコメントいただきます。小学生になる息子がシャイココさんの動画が好きで陰ながら応援してます。こんにちは。6歳の息子がシャイココさんに憧れてヒューマンフォールフラット頑張ってます。4歳の息子がいつも見てます。こんなんじゃできないでしょ。4歳だよ。ちっちゃい子が見てるんです。ありがたいことに未就学児が見てるんです。はい、未就学児が。なのでちょっとね、俺のチャンネルでブルアカやるのは難しいかなと思ってたんだけど、もうね、やりたいことやりましょうということで、ちょっと面白い企画を考えました。下ネタ禁止ブルアカ。私この YouTube チャンネルを長いこと運営してきて、ほとんど下ネタを言ったことがないんですよ。そう、あのいつも通りやってれば、だから別にブルアカも下ネタ言うことないんだけど、我慢っていうと、なんか我慢っていうとまたそれちょっと違う話になってくるんだけど、まあ普通にプレイするだけなんですが、ちょっと面白そうなね企画っぽくなってしまったので、ちょっと普通にブルアカをやっていきたいと思います。ということで、私はここ人生初のブルアカです。これ普通にさ、人生初ソシャゲなんだよね。普通にあの人生初ソシャゲだから、ちょっとね、温かい目で見守ってください。はい、シャイココです。我々望む7つの嘆きを、我々覚えているジェリコの姑息を、システムの箱へようこそシャイココ先生。あ、先生なんだ俺。おー、景色よ、あ、屋上。なんかね、ゲームの紹介を見るには、なんか普通に青春とかそういう要素あれなんで、多分キャラがいっぱい出てくるまではそんなにぐちぐち言うこともないと思うんですが。私のミスでした。何ですか？私の選択、そしてそれによって招かれたこの全ての状況。おい、先輩、大先輩やけこいつ。今更ずうずうしいですが、お願いします。先生、きっと私の話は忘れてしまうでしょうが、それでも構いません。なんか何も思い出せなくても、おそらくあなたは同じ状況で同じ選択をされるでしょうから。なんかこれすごい重要そうなシーンな気がするんだけど、大丈夫？これ重要そう、覚え、記憶力雑魚なんだけど大丈夫？ですから大事なのは経験ではなく選択。ほう。あなたにしかできない選択の数々。あ、タイトル画面に出てきてた。あ、ちらほらちらほら、なんか見たことのある、なんかツイッターとかで見たことのある方たちがいらっしゃいますね。責任を負うものについて、責任を話したことがありましたね。すいません、かぶせちゃった。あの時の私には分かりませんでしたが、今なら理解できます。大人としての責任と義務、そしてその延長線上にあったあなたの選択。ちょっと待って、ちょっと、もうなんか俺頭が雑魚すぎてちょっとこんがらがってきてるんだけど、ちょっと大丈夫？責任を負うものだっけ、なんだっけ、やばい。このねじれて歪んだ先の終着点とはまた別の結果。あ、なるほど。世界線を、この世界線じゃない世界線にたどり着きたいんだね。じゃあそこへつながる選択肢はきっと見つかるはずです。そのための選択の連続ね。なるほどね。はいはいはい。だから先生、どうか。おお。お、絶対これ起きてくださいだろう。先生。ほら。起きてください。はい。先生。おお、なんかすごい。なんかすごい。夢でも見られていたようですね。あ、夢か。ちゃんと目を覚まして集中してください。私は七神凛、学園都市キボトスの
連邦生徒会所属の幹部です。七神凛。俺さ、キャラの名前覚えんのめっちゃ苦手なんだよね。やばい、大丈夫かな。俺キャラの名前覚えんの苦手なタイプの人間なのに、これこのゲーム始めちゃいけなかったかもしんない。七神凛ね。まあ出てくるから、まあ学園都市キボトス、いずらキボトスの連邦生徒会所属の幹部です。混乱されてますよね。わかります。こんな状況になってしまったこと遺憾に思います。でも今はとりあえず私についてきてください。はい。どうしても先生にやっていただかなくてはいけないことがあります。学園都市の命運をかけた大事なこと。やばいやん。ということにしておきます。早速そんな大事なイベントある？やめてほしいんだけど。まだちょっと任期数分ぐらいなんですけど。あら、こんにちは。キボトスへようこそ、先生。キボトスです。私、最高校キボトスデビューしました。はい。キボトスは数千の学園が集まってできている、すげえ巨大な学園都市です。ほう。これから先生が働くところでもあります。きっと先生がいらっしゃったところとはいろいろなことが違っていて、最初は慣れるのに苦労するかもしれませんが、はい。でも先生ならそれほど心配しなくてもいいでしょう。あの連邦生徒会長が誰お選びになった方ですからね。あ、この人に上、まさか上位の存在。あ、着いた。ざわざわ。ちょっと待って。あ、見たことある、この人。太鼓見つけた。首席行政官。おかしい、バグってるだろ、これ。どういう意味、ここは。ここどういう。連邦生徒会長に。あ、待って、やばい、名前が。名前見んの忘れたし、覚えられない。あ、この人は、風紀委員長の、風紀って書いてあるもん。風紀委員長なんだ。この人は何？ジャスティスって書いてあるけど。あんまり正義っぽくない見た目してるけど、大丈夫そう。あ、面倒なんだ。いや、もうね、名前覚えるのですら面倒だから、ちょっと大丈夫です。数千もの学園自治区が。あー、なるほどね、そういうことか。連邦矯正局で停学中の生徒たちについて一部が脱出したという情報もありました。とんでもねえやん、もう。それだから停学すんだよ。大変じゃないですか。大変なことになってますよ。こんな状況で連邦生徒会長は何をしているの？どうして何週間も姿を見せないの？今すぐ慌てこれなんかあっただろ。連邦生徒会長絶対ほらなんか言いづらそうにしてるもん。連邦生徒会長はほら言わんこっちゃない。ほら言わんこっちゃない。行方不明になりました。え？やばいやん。結論から言うと、サンクトゥムタワーの最終管理者がいなくなったため、今の連邦生徒会は行政制御権を失った状態。行政制御権？あ、そっか。行政なんだ、もう。行政とかいうサイズ感なんだ。認証を迂回できる方法を探していましたが、先ほどまで。そのような方法を。もしかしてこれ俺ができちゃうパターンじゃないのそれ。知ってるよ、この先生こそが。ほら、フィクサーになってくれるはず。フィクサーです。この方が。私ががあった。俺ノリノリだったのに。はい。こちらの先生はこれからキボトスの先生として働く方で。ここは読み上げてくれ。ちょっと悲しい。これ読み上げてくれないの。特別に指名した人物。すごいじゃん、俺指名されてんだ。あの連邦生徒会長が誰お選びになった方ですからね。こんにちは先生。私はミレニアムサイエンススクールの いや挨拶なんて今はどうでもよくて。そのうるさい方は気にしなくていいです。挨拶してんのに。続けますと。誰がうるさいって。私は早瀬優香。覚えておいてくださいだ。早瀬優香。やばい、最初の人の名字を忘れた。先生はもともと。あ、重いな。やばい、重いな。このゲーム重いか。担当顧問としてこちらに来ることになりました。連邦捜査部シャーレ、単なる部活ではなく一種の超法規的機関。超法規的機関。連邦組織のためキボトスに存在する全ての学園の生徒たちを制限なく加入させることすらも可能。すげえ、ハイパー法規的じゃん。各学園の自治区で制約なしに戦闘活動きた。なぜこれだけの権限を持つ機関を連邦生徒会長。おお、ちょっと怪しいぞ連邦生徒会長。なんか怪しいムーブしかしてないぞさっきから。
シャーレの物質はここから約30キロ遠い遠い外角近くにあります。そこにお連れしなければなりません。歩きじゃないよ、歩きじゃなければいいんだけど。シャーレの物質に直行する。ねえ、嫌な予感がする。ヘリないんでしょどうせ。シャーレの物質、え、ああ外角地区の、そこ今大騒ぎだけど。大騒ぎだ、大騒ぎ、やばい、大騒ぎだぞ。強制局を脱出した停学中の生徒が騒ぎを。おい停学中の生徒、ここでここで現れてくる停学中の生徒が。地域の不良たちを先頭に周りを焼け野原。終わった。戦車来た、戦車、焼け野原&戦車来た。あ、先輩、お昼ご飯のデリバリーが来たからまた連絡するね。ウーバーかな。あー、やっと選択が。いや、大丈夫です。少々問題が発生しましたが、大したことではありません。少々か、少々問題か。やば、戦車が出てきて少々問題なことある。 G、 お、もしかして戦力になる、もしかしてこの人たちが。ちょうどここに、お、各学園を代表する。なるほどね、立派でチュートリアルが始まるかな。方々がいるので、私は心強いです。え、キボトスの正常化のために、暇を持て余した皆さんの力が今切実に必要です。お、行きましょう。おお、戦闘が始まる。戦闘が。ちょっと待って、どこに行くのよ。ど、あはは、終わった終わった。ガチ戦車だ。なんで私たちが不良たちと戦わなきゃいけないの。サンクトゥムタワーの制御権を取り戻すためには、サンクトゥムタワー、あの物質の奪還が必要ですから。あ、終わった。痛いで済むんだ今の。完全にヘッショ何発か食らってたけど。先生、先生は戦場に出ないでください。私たちが戦ってる間はこの安全な場所にいてくださいね。おい、どういう意味だよこれは。これはもはやどういう意味だよ。もう一択やんけ、こんなの。こっちかな、なんとなく。え、戦術指揮をされるんですか。もう先生ですし。先生は戦術指揮をできるあれなんだね、権限を持ってる。わかりました、これより先生の指揮に従います。なんか大丈夫、生徒が先生の言葉に従うのは初めての初めての指揮なんだけど、ね、大丈夫。よろしくお願いします。よし、じゃあ行ってみましょうか。大丈夫かな、大丈夫かな、俺ソシャゲ初めてなんだけど大丈夫かな。あ、重いかも、重いかも、このゲーム、このゲームとても重いかも、このゲームとても重くない。ちょっと待って、このゲームとても重くないか。ちょっと待って、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 設定、ガスの設定変えて再起動したら、起動しなくなったんだけど、どうしたらいいかな、これ。これ、予想外のハプニング起きてんだけど、どうしたらいいか、これ。ちょっと待って、やばいか、もしかしてやばいか。俺のブルアカ壊れたかもしれない。俺のブルアカ何もしてないのに壊れた。あ、来た、よかった、マジで。心臓止まるかと思った。ブルアカも止まって、心臓も止まって。新しい音声ファイルの更新があります。さっきなかったのに。え？シャイココ先生。すごい。そんな、最近のさしあげってそんなすごいの？え？すごっ。こんなのって普通読み上げられないと思ってたんだけど、ゲームで打った名前って。すごっ。え、シャイココ先生すごいじゃん、やるじゃん、やば。ちょっとびっくりしちゃった今、シンプルにすごいな。やっとろくに遊べる。よし、設定を見直してきました。あー、お久しぶりです。マジで1時間ぶりぐらいです。戦闘に参加する生徒たちは、これね、 EX スキルカードね、はいはいはい。前方に敵が集まっているのが見えますね。鈴見さんのスキルは、鈴見誰、鈴見だ。頑張れ。おお、なるほどなるほど、そんなに難しくないね操作。ビクトリー、やりました。終了します。この画面だとなんかこうちびキャラみたいな感じなんだね。なんだか戦闘がいつもよりやりやすかった気がします。そうですか。やっぱりそうよね、先生の指揮の。そうでしょう、普段より上手でしょ指揮。ソシャゲ、人生初ソシャゲにしたら上手でしょ。丸肉。今、お、あ、通信してるんだ。同行はしてないんだね。若者、
夜行連合学院で停学になった。ちょっとおもろいの何？強制局を脱獄した生徒です。和歌も似たような前科がいくつもある危険な人物。ほっとくなよ。行政はこれをほっておいていいの？私たちの勝率はかなり高い。自信を持っていこう。使ってきゃええんや。ワーニングだ。やばい、強そうな人来るぞ。中心人物を発見、対処します。来ました、連邦政府。来ました、来ました。マジでぶちのめします。よろしくお願いします。この人の使ってないな。ちょっとコストが高いんだ。コストが高いってことは強いってことで。おい使わせろって。おい使わせろって。あとは任せますじゃん。使わせろって。ギリギリだったのに。逃げられてるじゃない。追うわよ。追うぜ。いいえ、生半可な行動をしてはなりません。私たちの目標は、あ、すいません、あくまでもシャーレの奪還、建物の奪還を優先で、このまま引き続き進むとしましょう。無駄よ、まあ、最初の方はね、最初のあんま、あんま考えずに。無駄よ、参ります。よし、建物の入り口まで到着。これさ、キャラが喋る系のゲーム、ゴゴ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 だ。キャラが喋る系のゲームだからあんま喋りづらいんだ俺。んこの音、戦車じゃない、戦車。気をつけてください。ほら巡航戦車。言わんこっちゃない、言わんこっちゃない。さっき言ってた、さっき言ってた戦車来た。ガチ戦車来たって。ガチ戦車来た。クルセイダー戦車は防御タイプが重装甲の敵なので、貫通型防御タイプが追加ダメージを与えます。お、もしかしてさっき使おうとして空振った。ハスミさんの来た。ハスミさん来た。ご参考までに。ハスミさん、行くぞ。ハスミさん、行きます。まだ終わらないわよ。もうとっとと使う、とっとと使う。あ、仲間に対して治癒できるんだ、このメガネの人。ちょっとなかなかたまらないあれが。そうか、こうか。前方へ閃光弾を。はい、ビクトリーやりました。2回目の戦闘やりました。なるほどね。着いた。なんかちょっと難しそうだと思ったけど、そうでもなかった。よかった。シャーレ、物質の奪還完了。私ももうすぐ到着予定です。建物の地下で会いましょう。さっきでもあのお面かけた人が中に入っていってしまったんではないの？あら、綺麗な建物じゃないですか。ほらいるでしょ、さっきの人が。ほらこれが一体横じゃない。ほら、もう定額するようなバカだから全く分かりませんねって言ってるんけど、もう。あ、怪しい生徒と出くわしてしまったでしょこれ。あら、あらあら、あ、し、し、失礼いたしました。まあ、逃げるんだ、逃げるんだ。お待たせしました。来た。何かありましたか？あ、一択なの。そうですか。説明はしないの。ここに連邦生徒会長、連邦生徒会長、どなたなの、果たしてどんな人なの。幸い傷一つなら傷ですね。よし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 、さっきの、さっきのお面の人が何もせずに。何ですか急に。お、 iPad や。受け取ってください。 iPad 来た、ついに、ついに Apple 製品来た。タブレット端末来た。はい。あ、これがシステムの箱なんだ。連邦生徒会長が先生に残したもの。これがシステムの、これがシステムの箱。あー、聞いたことあるね。そうだね、序盤にね言ってたね。普通のタブレットに見えますが、実は正体のわからないものです。あ、そうなんだ。 iPad OS じゃないんだ。連邦生徒会長は、このシステムの箱は先生のもの。俺のもの。先生がこれでタワーの制御権を回復させられるはずだと言っていました。やるやん、やるやん俺。私たちでは起動すらできなかったものですが。いっちゃいますか。先生ならこれを起動させられるのでしょうか。ブチ起動させちゃいますか。それとも、なんで俺も黙るんだよ。ほら、黙、困っちゃったじゃねえかよ。無言の沈黙中の時間作り出すね。私はここまでです。退散しちゃうじゃん、ほら困らせたから。ここから先は邪魔にならないよう離れています。まあ、多分ね、そんなにこのオープニングの方はそんなに突っ込みどころはそんなにないね。ちょっとずつ世界観を理解してきてる気がする。起動させたよ。起動させるってそんな、なんかすんなり起動させちゃったけど、起動できるかわからないとか言ってたくせに。起きた、さっきの画面や。
システム接続パスワードご入力ください。やばいって、わかんないってパスワード。あ、そっか、なるほどね。お、おー、いいね。ミニ伏線回収したところで、生体認証および認証書生成のためメインオペレートシステムアロナに変換します。なんだろうな。お、あ、サムネの子だ。サムネの子来た。サムネの子来ました。寝てます。サムネの子が崩壊した教室で寝てます。寝てます。寝てます。カステラとイチゴミルクとバナナミルクの夢を見てます。寝てます。すごい。まだたくさんありますよ。揺らして起こす。ゆさゆさ。起きた。驚いてます。驚いています。驚いています。先生、この空間に入ってきたっていうことは、まさか先生。君は誰？君は誰？時間のかかる人だな、この人。この人時間のかかる人だな。苦手なんだよな。苦手なんだよな、こういう人。その、あ、そう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 、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。はい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 。私はアロナ。アロナ来た、アロナ。サムネの子はアロナね、覚えておきましょう。はい。このシステムの箱に常駐しているシステム管理者であり、メイン OS。あ、OS なんだ。そしてこれから先生をアシストする秘書でもあるんだ。すごいね。やっと会うことができました。私はここで先生をずっとずーっと待っていました。辛辣だな、なんか全体的に。この もちろんたまに眠りしたりしたこともあるけど、あ、もうなんか先生も先生側ですごいスピーディーな会話を求めてくるな。はい、よろしくお願いします。よしよしよし。あ、そうだ、ではまず形式的ではありますが生体認証を行います。生体認証、少し恥ずかしいですが手続きだから仕方ないんです。こちらの方に来てください。何を企んでいるの。やめてくださいよ。ちょっとやめて、未就学児も見てるんです。やめてください、やめてください、やめてください。お、これはサムネイルのやつだ。サムネイルのやつだ。なるほどね。まるで指切りして約束するみたいでしょ。画面に残った指紋を目視で確認するのですが、すごっ、すごっ、名誉、名誉すぎだろ。どれどれ、なんだよ、分かってなさそうじゃないか。わっ、終わった、終わった、完全に終了した。ポンコツすぎる。これでいいですかね。最近の機械は指紋認識ぐらいは自動ってあ、こう見えてめちゃくちゃこう見えてめちゃくちゃもう昔の OS なんだ。こう見えてめちゃくちゃ昔の OS 積んでるんだね。機能はないですが、そんな能力なくてもアロナは役に立ちますから。目でも十分確認できますから。そうじゃないと困りますから。全然信じてないって顔ですね。ほら、よくないよ先生、よくないよ。だったらその最先端の、ほら、かわいそうじゃないか、そんなこと言ったら。ほら、どうですか。冗談だったと慰める。くそ、いっぱい慰めてあげたわさ。なるほど、先生の事情は大体わかりました。はい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 。連邦生徒会長が行方不明になって、そのせいでキボトスのタワーを制御する手段がなくなった。はい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 。あ、連邦生徒会長誰？聞けるよ、ついに。私はキボトスの情報の多くを知ってはいますが、連邦生徒会長についてはほとんど知りません。本当に謎なんだな。彼女が何者なのか、どうしていなくなったのかも、お役に立てずすみません。ですが、サンクトムタワーの問題は私が何とか解決できそうです。よろしくお願いします。はい、わかりました。それではサンクトムタワーのアクセス券を修復します。少々お待ちください。
ウィーン行きました、ウィーン行きました、エレベーターぶりのウィーン行きました。おお、電気がついた。さすがじゃん、やるじゃん。サンクトムタワーのアドミン権限を取得完了。先生、サンクトムタワーの制御権を無事に回収できました。やる、でかさ。サンクトムタワーは私アローナの統制下にあります。おめでとうございます。今のキボトスは先生の支配下にあるの同然です。はい、はい、最強です。今最強になりました。今支配下に置きました。今キボトスを先生が承認さえしてくださればサンクトムタワーの制御権を連邦生徒会に移管できます。なるほどね、さっきのね、連邦生徒会、あのお姉さんがいたとこね。でも大丈夫ですか、連邦生徒会に制御権を渡しても。信頼できそうだったじゃん。ねえ、なんか一択だけど、これ絶対この選択さ、後々関わってくるじゃん。わかりました、これよりサンクトムタワーの制御権を連邦生徒会に移管します。はい、いやずっと独裁してたかったんだけどな。お疲れ様でした。先生、キボトスの混乱を防いでくれたことに連邦生徒会を代表して深く感謝いたします。それではシステムの箱は渡しましたし、私の役目は終わったようです、ね、そうなんだ、この人はチュートリアル要員なんだ。お、何ですか。もう一つありました、ついてきてください。連邦捜査部シャーレをご紹介します。シャーレ、ここがシャーレのメインロビーです。空室、近々修行予定、適当すぎだろ。おお。そしてここがシャーレの部室です。部室、ここで先生のお仕事を始めるといいです。ここが俺のテリトリーなんだね。じゃあね、そうだ、何をすりゃいいんですか、ちょっと初心者なもんで。権限だけはありますが、目標のない組織なので、はいはいはい、特に何かをやらなきゃいけないという強制力は。優しい、助かる。俺初めてのソシャゲがブルアカで良かったかもしれない。助かる、マジでやらなくていいの本当助かる、ありがとうございます。キボトスのどんな学園の自治区にも自由に出入りでき、所属に関係なく先生が希望する生徒たちを入学して加入させることになるんです。なるほどね、じゃあこれから、そうですよ、こっからがこっからがな、普通にプレイしちゃってたけど、こっからが下ネタ禁止ブルアカの本領発揮ですよ。いろんな生徒をね、なるほどね、面白いですよね。面白いですよね。本人に聞いてみたくても。ああはいはいはい。連邦生徒会長は相変わらず行方不明のまま、今も連邦生徒会に寄せられてくるあらゆる苦情苦情、支援物資、クレーム入ってきた、環境改善、落第生への特別授業、あ、部の支援要請など。なんか落第生がさ、ずいぶんさ、ブイブイ言わせない。もしかしたら時間が有り余っているシャーレの、ああなるほど、この面倒な苦情の数々を解決できるかもしれない。じゃあそういうちっちゃい苦情をこなしつつ、いろんな謎を解いていくのね。書類は先生の机の上にたくさん置いておきました。それではごゆっくり。はい、必要な時にはまたご連絡いたします。ええ、サンクトムタワーの制御権を連邦生徒会が取り戻したことを確認したわ。ワカモは自宅に逃げてしまったのですけど。あ、ワカモね、さっきのお面の人ね。お疲れ様でした、先生。先生の活躍はキボトス全域に広がるでしょう。あ、すぐに SNS で話題になる。あ、SNS はあるんだ。ややこしいな、なんかややこしいな。SNS はあるんだ。あ、お疲れ様です、ありがとうございます。これでお別れですが、近いうちにぜひトリニティ総合学園。トリニティ総合学園、先生、ゲヘナ学園にいらっしゃる方はぜひ訪ねてください。やばい、これ覚えられない。終わった、まだキャラクターの名前すら覚えてないのに。ミレニアムサイエンススクールに来てくださいま。ミレニアムサイエンススクール、またお会いできるかも。先生、ではまた。はい、あざっす。なんだか慌ただしい感じでしたが、ある程度落ち着いたみたいですね。お疲れ様でした。いやー、なんかすごい2時間近くかかってるけど、ただこれ俺チュートリアルとオープニングやっただけなんだよな。なんかな、途中設定詰めたのもあってめちゃくちゃ長く感じたな。あー、なんか、そんなに仕事してなくないか。それではキボトスをシャーレをよろしくお願いします。はい先生。はいはい、あー、こちらこそよろしくお願いします。それではこれより連邦捜査部シャーレとして
最初の公式任務を始めましょう。お、タイトルかな、タイトルが出てくるのかな。おー、凝ってるな、すごいな、爽やかだな、映像がちらほら見たことのある生徒たちがいらっしゃるな。あ、ゲヘナ、さっきのね、いかついんだ、ちょっといかついんだ、ゲヘナは。これがあれか、サイエンススクールか、さっきの。いいぞいいぞいいぞ、ちょっとずつ分かってきたぞ。なるほどね。おー、そうです、日常です、日常日常、この青春日常です、この、はい、別にあの横島なね、そんな企画とかじゃなくて、普通にこの青春日常を楽しむゲームですから。今から改めて、起きました、先生のお仕事が始まります。ただまだ始まったばかりの部活なのでイントネーションがおかしいよ君お仕事を円滑に行うためにも、シャーレに入部してくれる生徒さんたちを募集した方が良さそうです。なるほどね、じゃあ探しに行くのね、募集、はい、募集します、チュートリアル募集。あー、なるほどなるほど、募集イコールガチャなのか、なるほどな、なるほどな。これ無料なの、1回無料ね、はい、1回無料なの、これ最初ね。うわ、ガチャだな、ソシャゲのガチャだな、画面が、なるほどな、ガチャだな。承認をお願いします。はいはい、チェックチェックできなかったひじきみたいになっちゃった。ミレニアムサイエンススクール、お、ミレニアムサイエンススクール来た。音瀬小玉、2人目、説明や解説が必要なら、あれ、さっきいなかったっけ、この人、いないか。美食研究会のあかりです。これから一緒に、角が生えてる、あ、この人ゲヘナだ。食べに行きましょうか。黒見セリカよ。おお、アビドス高等学校、あ、高校なのね、普通に学園とかではなくね。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。どういう仕組み、これは。自分で指突っ込んで入れてるよね、これ。そうじゃないとありえないから、それは。募集結果を確定する前に、はいはいはい、チュートリアル募集についてお伝えします。チュートリアル募集、画面に表示されているのを繰り返す分、追加でチュートリアル募集ができます。現在の募集結果を保存したい場合は、結果保存ボタンを押してください。保存した募集結果を自宅に入れます。取り入れます。それでは、ご注意ください。その後、ご注意ください。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 説明はここまで。新しい生徒さんに会いに行きましょう。じゃあどんどんこういいのが出るたびに保存して保存して、残り回数分だけ詰められるのね。なるほどね、リトライします。じゃあいいじゃん、ツッコミ入れれそうじゃん、いろんな方に。はい、1人目、あー、はいはいはい、はい、鈴見さんね。ご主人様、おー、さっきの人、さっきのおかしいですね。別に協力するつもりはないの。この人もゲヘナだ。ちょっとゲヘナ気になるな、さっきからゲヘナが目立つな、俺の中で。どんなやつ？ミレニアムサイエンス、ミレニアムサイエンススクール来たって。ミレニアムサイエンススクールって噛まずに言うの難しいんだって。夢かと思った。おおかしいんだって。だからどういう、寒くない、まず。こんにちは先生。あ、百鬼夜行連合学院なのね、この人ね。これからよろしくね。条件はクリアされました。優香来た。私たちは今日この瞬間を絆と定義し、証明することになるでしょう。キラだよ。どなた？あ、この人見たことある。アビドス対策委員会2年生。アビドス高等学校の人だね、この人はね。よろしく。なるほど、じゃあ確認して見比べて。でも明らかにこれさ、星2がさ多いよね、こっちの方がね。だからそういう時はと保存をすると、上書き。はあはあ、なるほどね、なるほどなるほど、分かってきた分かってきた、このシステム。なんでもいいのこれ、なんでもいいの、なんでもいいの。めっちゃ性格悪そうな顔描いちゃった。ちょっと出てきてない人みたいな、まだ。まあ、この人出てきてない。ミレニアムサイエンススクール来た。ご挨拶といたします。少女を美しくするのは
ミレニアムサイエンススクールも多いな、なかなかな。エンジニア部、あ、部活とかあるのか、誕生日とか、はあ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 、ちゃんと見よ。ご主人様、この人、このおかしい人、あ、この人もミレニアムサイエンススクールなんだ。クリーニング&クリアリング、戦術的な役割、ストライカー、じゃああれなんだね、前衛なんだね、使用武器種アサルトライフル、誕生日3月25日、あ、誕生日近いじゃん、誕生日同じキャラいない、3月20日なんだけど。苦難に負けそうな時、この人は風紀ね、風紀ね、私が一緒に立ち向かってあげましょう。 HG って何ですかこれ、なんだっけ、やばいな、シンプルにこれ武器の知識がねえな俺、シンプルソードボックスやってたのに。ゲヘナ、あ、こんにちは、給食部のジュリと言います。ゲヘナも目立つな、ミレニアムサイエンススクールとゲヘナってもしかして生徒数が多いとかある。あ、フライパンにゲヘナのこの交渉が書いてある。10月20日、使用武器種 SG ってなんだろう全部わからない。これはでも、あ、でもこっちも星2が2つ出てるんだ。まあでもステイですかね、これはね。あ、2つ出た、星3。ご主人様と一緒に楽しい本の中の物語のように。あ、この人トリニティ総合学園、私たちの物語がシミコ、始まります。図書委員会、この人もアサルトライフルかな。ご主人様と一緒に、この人いっぱい出るな、楽しい一日を始めちゃおう。このびっくりする人いっぱい出るな。さあ1つ目、お、ゲヘナの人じゃん。おお、美食研究会だって。初見のキャラがいっぱいいるな今回。あれ、あー、よかった、かぶったかと思った。うわー、強そう、強そう。あ、委員長だ。知らねえよ。ちょっとずつあれだな、よく出てくるキャラが分かり始めてきたな。自警団任務の延長ですね、自警団任務の延長ですね。あ、これもゲヘナ、ちょっとゲヘナ気になりますね。ちょっとゲヘナ気になりますね。ゲヘナのちょっとストーリーを知りたいかな、次は。なるほど、ちょっとずつ分かってきたぞ。じゃあ間に合うよこれ、時間あるよね多分。間に合う、間に合う、あ、なんかインクがちょっとずつ新しいキャラがあれですね、さすがに減ってきましたね。あ、噂をすればトリニティ総合学園来た。もうそろなんか、もうそろなんか見たことないキャラください。サイン書くか。あ、書きづらい、書きづらい。お、2つ出た、気になります。これはさあどなた、はい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 、アビドス対策委員会。さあ2つ目、あれ初めて出るんじゃないかな。おリュックの顔おもろ、待って、リュックの顔おもろいなこの人、この人リュックの顔おもろいな、ちょっと気になるな、リュックの顔だけ。いやー、いやでもちょっとこっちの強そうな人が気になる、個人的には。うん、ちょっとだから、ちょっとだからリトライですね、申し訳ないけど。お、なんかちょっとガッツのありそうな、おー、ガッツのありそうなのが来たね。ガッツのありそうなのが来たよ。ネル来た。見つかっちまったか。こうなった以上手伝うしかねえな。ちょっとなんかボーイッシュな感じのね。なるほど。いやー申し訳ないけどリトライかな。ちょっとずつこの承認の時のこのサインのねレパートリーがなくなってくるよね。はい。おお、出た。ごきげんよう。期待できますよ。お、あ、初めて出るかも。あ、この人も見たことあるような気がする。この私に協力したいと。さあ2つ目、あ、またゲヘナだ。あ、また、あ、そんなことないか。あ、強そうな人や、ヒナさんや。私の名前は知ってると思う。あ、今回ちょっと熱いかもね、ちょっと今回熱いかもね。馴染みのある顔ぶれじゃない、なんか馴染みのある顔ぶれじゃない。保存しますかこれ。あと1回だ、最後に1回。これ分かる人にはもうあの確定演出とかあるのかな、これな。あ、サインがぐちゃぐちゃだ。あー、終わった終わった。あー、2つ出た、あるんだな多分演出。さあ1つ目、
あ、なんだっけ、シロコだ。アビドス大佐、よし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 、覚えてきた覚えてきた、よしよしよし、いいよいいよいいよ。さあ2つ目、お、なんだっけ、なんだっけ、ミレニアムんたらかんおかしいんだって。だからおか服装が、服装がさ、おかしい。その分厚いのを上に羽織るんだったらさ、閉じなきゃさ意味ないから、それは何のためのチャックだよ。そしてそれは、いやでもちょっと保存してある方が気になるかな。保存した募集結果と現在の募集結果の中から選択肢を受け入れることができます。なるほどね。新しい生徒さんが来てくれましたね。あ、もしかして今ので選ばなきゃいけない、もしかしてさっきの変態チャック、変態チャックの人来た。これからキボトスの平和を乱す悪党たちを相手しなければなりません。なるほどね。入場、あ、入場しなきゃいけないこれ。あ、もう任務開始しなきゃいけない。ちょっと一旦終わろうかと思ったんだけど、任務開始しなきゃいけないですかこれ。先ほど来てくれた生徒さんを編成するのね。編成してみましょう。舞台は、あ、はい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 、なるほどなるほど。戦うストライカー部隊と後方から支援するスペシャル部隊とで構成されています。あ、ストライカーとスペシャルしかないのか、前衛後衛だけなのか。おすすめある？おすすめする？おすすめでいいんじゃない。もう編成が終わったので出撃してみましょうか。それでは敵がいるタイルに移動して戦闘を開始しましょう。なるほどなるほど。これなんかもうじゃあステージみたいな感じなのね。で一個ずつ進んでいくたびにさっきの戦闘が行われると。ほう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 、わかりやすいね説明がね。なるほどね。行くわよ。ちょっと遠景範囲の敵4人を指定した場所に移動する攻撃を送るはず。読めない読めない、毒系なんだねこの人ね。強っ。はい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 。じゃあちょっと、あー終わっちゃったちょっと終わっちゃった、ビクトリーしちゃった。早かった案外、なかなかスピーディーだね。 S ランク来ました、やりました。一度移動した味方部隊はこのターンこれ以上動けません。一度移動した味方部隊はこのターンこれ以上動けません。フェーズ終了ボタンを押してフェーズ終了、私たちの番を終了します。なるほど。また私たちのターンです。残す敵はもうここのボスだけです。はい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 、はい、フォーメーション B で行くよ。なるほどね。じゃあさっきのちょっと変態チャックの人のちょっと気になってる、あ、チユなのかこの人。パターン分析中。あ、でも強い、なんか強そう。え、強そう。ユニット起動。あ、もうあれだね、典型的な攻撃なんだね。ボスボス来ました。ボスほら、あ、強い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 、いけ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 チャックいけ、チャック、よしよしよし、でかしたでかした、よしよしよし。簡単な任務でした。なるほど、自分のこの先生レベルもあるし生徒たちのレベルもあると。レベル1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 、これで基本的な戦闘方法は全て説明できたかと思います。それではロビーに戻りましょうか。あなたさっき喋ってた時はね、イントネーション大丈夫だったのにね、急におかしくなったね。シャイココ先生、お帰りなさい。あー、シャイココ先生です。どうも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 。あ、これが、ログボか。1日目、はい。あ、それからこちら、先生をサポートするために、こんな支給品も用意してみました。スタートダッシュ、ログインボーナス。あ、スタートダッシュです。駆け出しです。はい、よろしくお願いします。駆け出し先生やらせてもらってます。はい、すいません。お疲れ様でした。先生、改めまして、こちらがシャーレのロビーです。はい、これから先生が、いろいろなお仕事をしていく拠点ですね。あれ？あ、連絡が来る。誰かから連絡が来てますね。桃トーク。桃トークはキボトスで広く普及しているトークアプリです。お。これから先生はこの桃トークで生徒さんたちとおしゃべりしたり、はい、生徒さんとの絆に関する情報を確認することができます。アイコンをタップしてメッセージを確認してみましょう。あ、ゆうかさんですね。ゆうかさん、誰だっけ？こんにちは。入力中やん。既読つけちゃったってめんどっちいっていやー、これ本当はあんま覚えてないんだけど、うん、もちろんにするか。あー覚えてることになっちゃった、やべ。タイピング早いな、タイピング早いぞこいつ。シャーレ奪還作戦中の弾丸の経費について振り込みが確認できておらず、請求書はシャーレに届いてるはずですが、お支払いつごになりますか。おー、滞納してるやんけ。お仕事での経費扱いで収支、連邦政都会に請求すればシャーレに支払うはずです。その分の数字がこの日でいける。
そうだよ、スクロール分かんねえよ俺、初心者なんだよソシャゲ。あ、ひな形があると、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます。それは絆イベント、絆イベント行ってみる。だいぶだいぶこの動画もう何分ぐらいやってるってくらい長くなってるけど、もう1時間撮ってるけど、行ってみますか。絆ストーリーを始める、長そう、大丈夫かな、まあいいや。初めてなんで、初めてのリアクションはもう1回しかもう訪れないからね。あ、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます、ありがとうございます、ひな形、はい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 。あ、すいませんね。こっ、かわいそう、コッペパン一つ。おい、貧乏やんけ。そっか、あれか。でも、急に来たからね。そんな残高もね、そんなにない。この領収書は、キボトスの中央にある有名なおもちゃ屋さんの購入日が、先週購入したものは限定版変身ロボット10万円来た。やばい、これは良くないお金の使い方ですよ、これは。そう、お金、そう、良くないよ。そう、食事はね、良くない。ただのおもちゃじゃないよ、生活必需品だもの。このロボットが買えたんだから食事ぐらいなんてことない。どちらかっていうと、まあこっちかな。そうね、そうね、そうね、そうね。先生の支出記録、私がこの目で直接確認します。家計簿はどこですか。家計簿をつけていないんですか。つけてねー。そうね、なるほどね。ちゃんとね、支出の管理ね。うわ、終わった、確定申告や、これ。うわ、すごい。あ、広告で見たことあるかも。おー、へえ、すごい、なるほどね。まったく、大人なんですからしっかりと大人らしく計画的な消費をしてください。ちょっと大人らしくとか何々らしくとか言うと、ちょっと最近炎上するかもしれないから気をつけてください。パーッと使っちゃう子供じゃないんですよ。それにこうして領収書の整理を手伝ってくれるのなんて、私くらいなんで。あら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 、次はもう絶対に手伝いませんからね。あらまあ、ツンデレなのね、あなたはね。なるほどね。15日前にコンビニで購入したチキンサンド500円、ちょっと高いな。新刊の漫画購入で450円。はいはいはい。ん、一昨日の夜クラブフラリンで。あら、あら、よくないわよ、よくないわよ、そういうのはよくないよ先生。俺だけど、先生、一体何ですかこの領収書は。よくない。生徒たちの模範となるべき教育者が、そうそうそう、こんないいかがわしいお店に行くだなんて。まあまあ、まだね、まだクラブフワリンっていう名前なだけやから、ね、信じられません。そう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 、最低です。え、クラブフワリンっていう名前のスマホゲームのガチャ。クラブフワリンなんてスマホゲームあるの、この世界には。私、いやいや、それでも1回で2万円は課金しすぎです。それはそう、それはそう。衝動買いは禁止、消費はちゃんと計画的に。いや、これブルアカ、これクラブフワリンみたいに課金しちゃうかな俺。あの変身ロボット以外にも節約できたはずの金額が5万円以上あるんですよ。そのうち2万円はクラブフワリンなのか。じゃあ、はい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 。やばい、終わった。これそれから今後5000円以上のものを買うときは私に相談してください。来た、終わった。そうだよ、めんどっちいよさすがに。よ、あー、ちょっとお世話したい系の人だね、この人はね。こうしばらく小言行った後に帰っていた。はい。あ、あ、あ、やばい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 。ちょっとさっきのチャック気になるな。ちょっとチャック気にならない。でもメッセージ来てないんだよな。生徒情報見るか。生徒情報、生徒リスト。うわ、いっぱいあるフィルターが。あ、星5まであるんだ。もう星3までしか持ってないよね多分ね。星4と星5があるのか、上に。なるほどな、難しい。未所属。あ、でも、あー、もうこれからのキャラ、あ、これからのキャラちょっとあんま見たくないな、でもな。あ、でも見れるんだね。
あ、なるほど。あ、待って待って待って、これプロフィール見れるじゃん。ちょっといろんなキャラのプロフィール見るか。ちょっといろんなキャラのプロフィール見ようぜ。おお、この変態チャック15 15バグだろ。大日聖地を優に通り越してるやん。もうはすみさん、あ、身長高っ、179だって、すげえ。ちょっと誕生日同じなやついない？誕生日同じなやついたらちょっと親近感湧くな。なんか身長の低い子と身長の高い子が極端だな。3月24日だ、一番近い。ちょっとでもまだ持ってない未所属の生徒もちょっと見たいな、プロフィールな。はいはいはい、百鬼夜行連合学院ね。あ、この辺は百鬼夜行連合学院なのか。おかしいんだって、だからさっきからさ、百鬼夜行連合学院の皆さん、ちょっとさ、脇あたりがちょっとおかしいんだってさ。レッドウィンター連邦学院とかもある。あー、やばいやばい、ちょっともうこれ覚えんの。かっこいいこの人、え、かっこいい。16歳、11月4日、166センチ。あ、この感じで身長あんま高くないんだ。いろんなキャラ、お、待って、キャラ多くね。まあでも別にみんな覚える必要はないもんね。みんな覚える必要ない、みんな別に覚える人。うお、いかつ、いかつ、この人怖いんだけど、ちょっとやめてほしいんだけど、急に急にさ、一人だけさ圧があるからやめてほしいんだけど。なるほどな、衣装とかもなあるんだもんな。あ、この人見たことある。ちょっとな、さっき出てきてたよね、さっき出てきてたよね。マジで初心者特有のちょっと操作ミスでちょっとね失ってしまったね、この人。悔しいね。同じ誕生日のキャラいないかな、同じ誕生日のキャラ。おかしい、おかしいって、おかしいって、やめてください。未就学児も見て、どっち、寒いのか寒いのか暑いのか、どっち。その格好はま雪山でしちゃいけない格好なんじゃないのかな。普通に凍傷になりかねないけど。まあでもちらほらさっきのガチャで出てきてたキャラもいるけどっていう感じだな。あれ、一周したか、一周したね一周したけど同じ誕生日じゃいませんでした。なんか悲しいです。遅かったですね、また寝坊したのですか。またこうやって私を待たせるのでしたら直接起こしに行きます。はい、ということで、まあ最初だからこんなもんかな。ちょっとまあ初心者の、初心者、そもそもあのソシャゲ初心者、ブルアカ初心者のね拙いプレイングだったかもしれませんが、まあこんなもんで終わりにしたいと思います。この動画が好評だった場合と、俺が普通に続きが気になった場合、多分続編が上がると思うのでよろしくお願いします。ということで、まだねいろんなキャラ見れてないんで、やんややんや言う機会もなかったですが、今後もしシリーズ化するとしたら、いろいろ楽しいいろいろ楽しい実況ができると思いますので、私シャイココのこの下ネタ禁止ブルアカをですね、ぜひ、よろしくお願いします。ということで、私さまざま SNS、 X、 インスタ、 TikTok やっております。概要欄にリンク貼っておきます。ぜひともチェックしていただけると嬉しいです。そしてあの私の先輩先生の方々、ちょっとあのアドバイスがあればぜひ教えていただきたい。俺はね一挙手一投足すべてこう慎重に、もう何もわからないまま進んでいるので、ちょっとね何かアドバイスがあったら教えていただきたいですね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。動画投稿の励みになります。バイココ。